マディソン、サンドラ、探してた情報を手に入れたぞ。マーブルストリートのアパートのオーナーはエイドリアン・ベイカー、元外科医だ。裏で麻薬中毒者に薬を売っていたようだな。儲けた金で安いアパートを買い上げた。その一つがマーブルストリートのアパートだ。結局捕まって数ヶ月服役した後、医師免許を剥奪されたらしい。なるほどね。情報ありがとう。オンに切るわ。マディソン、気をつけろよ。いいな。ええ、またね。Eさんが指を切ったアパートの持ち主がここに住んでる。大した手がかりじゃないけど、これしかない。こんにちは。睡眠薬が買えるって聞いたんだけど、処方箋なしで。すまんが何かの間違いだ。さようなら。待って、私本当に困ってるの。お金ならあるわ。最初からそう言わんか。入りなさい。怖いな、なんかこのおじさん。それで睡眠薬だったかな。お嬢さん、不眠症かね。どれくらい必要だね。そうね、3箱か4箱ぐらい。それならお安いご用だ。わしは飲み物を用意するが、君は。結構です。アルコールは薬の苦さを和らげるんだがね。まあいい、初めての取引に乾杯しよう。見たことのない顔だが、誰にここのことを。でっち上げる。パーティーで会った男が睡眠薬をくれたの。あなたから買ったって。アパートを貸してるって聞いたんだけど、部屋探してるの。悪いな、お嬢さん。今は空きがないんだ。残念。マーブルストリートの周辺で探してたんだけど。なんだ今の。飲まないのかね。あの、あまり喉は渇いてないの。処方箋をやろう。すぐ戻る。待ってて。怖いな、このおじさん。なんか気持ち悪い男。戻ってくる前に素早く部屋の中を探索しておかないと。いろいろ趣味があるみたいだけど、物件にも興味があるみたいね。入れるか。やってること相当やばいぞ。トイレはどこかしら。何にもない。行ける。見てもしょうがないだろ、こんなところで。ト
トイレはどこかな。トイレ探すふりして。うるさい女ネズミめ。さーて、お楽しみはこれからだ。楽しませてやる。やっぱりやべえやつだ。うわ。いや、マシューを紹介しよう。国勢調査のために来たなどと言ったが、彼もろくでもない政府のスパイだったというわけだ。マーブルストリートのアパートに興味があると言っていたかな。そこなら友人のパコに貸しておる。やば。何をしとるか知らんが、ブルーラグーンのダンサーとしけ込む場所に使っているんだろう。正直どうでもいい。窓あるし、あそこに。家賃さえ払ってもらえれば何をしようが勝手だ。さて、どうすんのこれ。このくらいにして。手術は恋しくてね。だから機会があれば実践してるんだよ。ここには手術道具がないから、使える道具を使うしかない。うわ、ここやば。ちょっと待って、急にこんな話になるの。どうすればいいんだ。いやいやいや、なんかするって。このおっさん、やばいやばいやばい。いやいやいや、ちょっと画面が安定しないよ。うわ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 。よく思わないか。何か始めようとすると必ず誰かの邪魔が入る。なんでこんな。すぐに客を追い払ってこよう。動くなよ、すぐに戻る。どうすんだこれ。助け来ないとやばいだろう。どうすればいいんだ。あ、ナイフあるよ。あ、ナイフじゃないか、あれドリルか。あ、取れた。こんにちは。主の御言葉をこの素晴らしい聖書に託してお届けしに参りました。たった5ドルの献金でこの聖書をあなたにお渡しいたします。結構興味ないよ。ゆっくりか。まさか主の御言葉に興味がないとおっしゃるのですか。主の従順な信徒である我々は、聖ヨハネがおっしゃったようにありがたいな。必要ないんだよ。よし。この悪意に満ちた現代社会で聖書を必要としないの。主の御言葉で平和と安穏がもたらされる。こうか。あ、やばいやばいやばい。オッケー。よし、ドリルでやっちまえ、そいつ。危ねえ危ねえ。ドリル投げてきた。危ねえ。ノコだノコ。やばい。いや、超ピンチ。やば。おまか。ナイス。あ、行って行って。やばい。丸のことで。やっちゃえ。あっ、危ねえ。頑張れ。うわ、まただ。ダメ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 。よっしゃ、逃げろ逃げろ。強いなこのじじい。あ、やば。
あ、もうぐったりしてる。やれ、すえ。死の直後、お死んだね、これは。とてつもない部屋だね、ここ。鬱陶しい雨だ。びしょ濡れだな。気分が悪い。冷や汗。手も震えてる。うまくいけばいいが。24時間。ショーン・マーズを無事に救うには24時間もない。スクラップヤード。盗難車をいじるには持ってくるの場所かな。トリックとケインのチューブ。ポケットに出るときブレイクは書類なかった。せいせいするな。マット・ジャック、本名ジャクソン・ネイル。数えきれないほどの犯罪歴を持ってる。気をつけろ。かなりヤバそうな場所だな。質問が終わったらとっとと帰るぞ。おいてめえ、あ、いた。そこで何やってんだ。FBI のノーマン・ジェイデンだ。少し話を。ああ。青の83年型シボレーマリブの持ち主を探している。ここにその車があった理由も、盗難車かどうかもどうでもいい。誰が買ったかだけ知りたい。悪いけどよ、覚えてねえな。名前を覚えるのは苦手なんだ。俺が思い出させてやろうか。もし俺たちの追っている男に車を売ったなら、お前も無所に行ってもらうぞ、ジャック。ほら吹いて脅かそうってのか。そんな車見たことねえ。うせな。さあどうする。どうしてここに結婚が？結婚？わあ。もうちょっとこの内側を調べるか。指紋か。多分マッドジャックだ。テレビにもついてるね。探してる車と同じブランドのタイヤ。犯人の車はここに。おお、いっぱい証拠あるじゃん。でも有力なものではないのかな。なんだよ、なんか喋れや。
これも地下。なんか喋んなくなっちゃった。サイズ10、客のものだろうな。本当ですかね。異常はないらしい。これは何だい？ ARI ガレージの空中にランの花粉の痕跡。はあ、なるほど。あ、ここにもある。青いペンキの跡が複数、同じタイヤの跡、間違いない。なるほど。犯人の車はここにあった。なるほど。特に異常はないのかな。この男は信用できないな。通称マッドジャックか。役に立たないな。全く関係ないか、何か隠してるかだ。隠してるでしょ絶対。この感じ、花粉が飛んでますね。もう異常ないのかな。こんなもんかな。何なの。なんかもう決定力不足だからな。ちょっとも調べてみる。あるね、あるね。お、やりやがったな。全部話してやら。あの車がピカピカに磨いて、俺が真っ青に塗装したんだ。運転していたヤバそうな奴に敬意を表してな。手を上げろ、豚。お前と遊んでる時間はねえ。目障りだから消してやるよ。やばいやつと絡まれてるな。やばい。逃げろ。逃げて逃げて。悪ふざけはおしまいだ。青い車に乗っていた男について吐け。さっさと失せろっつってんだよ。時間がないんだジャック。車の持ち主は誰だ。何を知りたかろうが俺には関係ねえ。俺は密告者じゃねえ。監禁でも何でもすりゃいい。くそ、最後のチャンスだ。楽になったらどうだ。楽
なんだとこいつ、吐かなかったらどうするってんだ。逮捕でもすんのか。頑固だな。くそ、イカれちまったんじゃねえのかてめえ。大げさだなジャック。そんなのちょっとした自己防衛だろう。警察マニュアルに書いてある。やるかやられるかだ。おお、やめろ。わかったわかった、思い出してきたぜ。よし、話してやるから落ち着けよ。その男については何も知らねえ。汚れた車を処分して偽のナンバープレートをつけたがってた。金は持ってたし、俺は細かいことは聞かねえ。それで車が用意できたらブルーラグーンのパコとかいう男に連絡することになっていた。それで全部だ。続きは署で聞かせてもらおうか。ブルーラグーンのパコっていう名刺持ってたな。お前には黙秘権がある。あ、お前の証言は。あ、くそ、こんな時に。お前の証言は法廷で。おい気分が悪そうじゃねえか。まずいぞ。後ろ向け。やばいやばい。